一ノ谷八坂神社は、茨城県筑玉取に鎮座する神社。近代社格制度に基づく、旧社格は豪王社であった。ニンニク祭りと、通称される、祇園祭りを再興する。付近にある、筑波大学一の野学生宿舎の名称はこの神社に、由来する。聖は天皇の治世、上元元年に創建されたとされる。この説では、 山城国アタ郡の八坂神社から勘定されたとする。ただし、王補聴士では、確証があるのは神社に残る宝教の、制作年代から南北朝時代までであり、それ以前に存在したかどうかについては、何とも言い難いとしている。天行年間には、藤原秀里が参拝に訪れ、平野正門討伐のための戦勝祈願として、矢を収めたと伝えられる。 織田氏が県政を誇っていた頃には、同志の数敬を受け、玉取の里五家園と呼ばれ、同志がたびたび来遊したほか、弓矢の奉納を受けている。そのため織田城の落城に伴い、天正年間に陛下に会い、社殿を消失した。また、日立国にありながら、下佐国に勢力を持った有城氏の数敬をも集め、同志の寄進状の中に、八坂神社の士官とみられる。 六郎大部の名が見られる。その後、地域住民によって、文六年間に社殿が再建され、玉取藩主の堀通州が遠方を四年四月に、本殿の造営を行った。また堀利久が、宝永八年三月に拝殿を造営した。江戸時代の一の屋や坂神社は一般に、天皇社と呼ばれ、別当の天台宗約王院の支配下に置かれていた、時期があり、ネギではなく、 半層半族の別当職が採取を行っていた。教法年間の届け書によれば、境内地の面積は2552坪で、マグサ城、ミタライ、オタビ処林、天皇面田畑を所有し、税を免除されていた。また祭礼に集う人々を目当てに、茶店が立ち、周辺に門前町が形成された。こうして、町が発達したことから一の矢の村人30人は、 玉取村からの分離独立を機として、分尊願いを提出するに至ったが、表情書は、分尊を認めず一の屋は玉取村に残留した。明治時代になると、近代社格制度に基づき豪社に列せられた。1994年時点の境内地の面積は3746坪、社有地は五単五瀬12歩であった。社名であり、鎮座地周辺の地名でもある、一の屋には、 次のような地名の由来に関する伝説がある。一方、社殿では、微妙に伝説の内容が異なっている。祭神は、須佐農村で、除祭薬病、海上安全のご利益があるとして信仰されてきた。このため海から離れた内陸部に鎮座するもの,の、の漁業関係者の参拝も多い。茨城県における、五津天皇信仰の中心であり、 一野や八坂神社の天皇様が終わらないうちは、他の神社で天皇様はしないと言われており、当社の祭りの後から旧暦6月の月末までの間に、茨城県の多くの神社で天皇様が行われる。一方で、地元、玉取地区のうぶすながみとしての信仰もある。1990年の朝日新聞による取材によれば、当時の参拝者は、 元からの地域住民によりも筑波研究学園都市にある研究所の職員や大学教員が多かったといい、大学院生が結婚式を挙げることもあった。ご主人の授与は行っておらず、参拝者が各自授与所の前に掲げている QR コードを読み取って保存するという形式を取っている。祭礼としては、カキのニンニク祭りのほか、元旦祭、節分祭、十六祭、 96歳、深刻感謝祭がある。ニンニク祭り一の屋八坂神社の霊祭は、旧暦の6月7日に再行される、気温祭りであるが、一般に、ニンニク祭りと呼ばれている。これは、天命年間に大飢饉が発生し、薬病も流行したため、領主の堀田正秀が、ニンニクの常食を進めたのが始まりであるとされる。別の説では、須佐オソンが、 朝鮮半島へ征伐に向かう時に少なびっこなの命からニンニクの紅葉を教えたことによるとする。本来は14日間続く祭りであるが一般に中間の7日を大祭とする。この大祭当日は見越しが出るが担ぎ手の8人は紙を加えて無言で担ぎ十数人が稽古する。境内には露天商が隙間なく出店しニンニクを売る露天が出店する。 宝永元年に町立場が認められ、15人の地元白姓や他国の商人が出展したという記録がある。ここで買い求めたニンニクを家の角口に吊るしておくと、病気や災難から逃れられるという信仰があり、近所の人にも配る。高田御平野文書の中にある、一の矢古津天皇祭礼役人覚え書きには、文案二年時点の祭りの奉仕者について記載があり、 御しを中心に、別当、平白餅、なぎなた餅、ほこ餅、おこしけ持餅、平白等、大佐世役が行列をなして巡行する祭りであったことが伺える。ただしこの文書は近世に作成されたものであり、文案2年当時の情勢を正確に伝えているかは不明である。徒歩が主な移動手段であった頃には、有国の御しと魚の際に大変な人手があったという。 社宝として、宝剣一ぶり、お出し鬼神の鏡に面、随花総長八両鏡などがある。ありがとうございます。